ウェブ TV 平沢勝栄チャンネル、先生に毎回ズバリ物申していただいておりますが、今日もお忙しいところお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。臨時国会も終わりまして、はい、大変な臨時国会でしたね。そうですね、いろんなことがありましたですね。いろんな問題出ましたね、はい、先生一番何がやはり今回の臨時国会で課題でございました。まあ、中国人の船長の問題と合わせて、はい、危機管理で言えば、はい、北朝鮮の砲撃、これに対する対応が不十分だったということでしょうね。はい、先生これも本当に毎回おっしゃってましたけど、この、安全保障についてしっかり国の手がなしてないじゃないかって、はい、全部いろんなところでおっしゃってますよね。はい、これはどういうことになるわけですか。一言で言えばですね、はい、安全保障というのは最悪の事態を想定してそれに対する準備をしておくと、万全の準備をすると、これが危機管理の鉄則なんですよ。はい、ところが今の内閣も含めてね、はい、要するに最悪の事態ということがまず分からないんですよ。ならないだろうと、もう要するに、はい、それはならなくかもしれないけども、万が一っていうことを考えるのが最悪の事態ですから、はい、それが危機管理ですから、はい、そういう発想が全くないと。一言で言えば危機管理のマインドのない人が一番大事なところに座ってると、これが一番大きな問題じゃないでしょうかね。ですから私は、はい、中曽根内閣の後藤田官房長官の秘書官やりましたけど、はいはい、あの時の内閣の危機管理と、はい、今の内閣の危機管理だったらもうこれも全然話にならないですよ。ああ、そうでしょうね。伊豆大島が噴火した時ですね。伊豆大島が噴火した時、それから、はい、あとは例えば大韓航空機撃墜事件ありましたね。それからもっと言えばあれですね、まあ、国鉄の民営とか、はいはい、こういうのも一つの危機管理みたいなもんだったんですけど、はい、いろんな、まあ、いろんなことがありましたけれども、はい、こういったものに対する対応、これがもう全く今の内閣はできてないなと。まさに今先生おっしゃったのは国内の問題、はい、そして天変地変の問題、はい、そして海外という国際的な問題、はい、その一つに今回ありました北朝鮮の砲撃、はい、先生びっくりしましたでしょう。これはびっくりしましたけれども、まあ、これは北朝鮮ならね、はい、いつ何時こういうことが起こってもおかしくないと思ってなきゃならないんです。だって今まで北朝鮮のずっと政権を見てきた場合ですね、はい、今今度は3代目が近くいずれ就任するわけですけれども、はい、キム・イルソンからキム・ジョンイル、そして今のキム・ジョンイルから今 の次のあれが内定してるわけですね、はい、キム・ジョンウンということで内定してるんですけど、はい、キム・ジョンイルソンからキム・ジョンイルの時も交代期にはいろんなことがあったんですよ。ですから今度新しい後継者が決まって、それでいずれそちらの方に移るということであればね、はい、いろんなことが起こるであろうということは当然想定できたわけですよ。にもかかわらず全く日本の国内ではその準備、心構えができてなかったと、はい、対応ができてなかったということでしょうね。はい、ですから、なぜこの北朝鮮は打ち込んできたかと、砲撃をね、はい、テョンドンというかね、ヨンビョン道というんですかね、あそこの島に打ち込んできたのかといえば、まあ、これいろんな理由があるでしょうけども、はい、国内的な事情もいろいろあると、はい、まずはキム・ジョンウンにですね、結局政権を移譲すると、はい、その過程でまずキム・ジョンウンに対する、まあ、いわば実績作りですね。彼は法術の専門家らしいですから、そうと、まあ、本で思えないけど、まあ、ともかくそう言ってるわけで、はい、それの実績を作ると、それで彼の要するに、まあ、いわば地位を確固たるものにすると、はい、それでやっぱりこういう危険性があるというか、こういうその外国とのいろんな危機があるということで国内をいろいろと引き締めるという、こういう狙いもあるでしょうし、もちろん対外的にはですね、中国のおそらく了解を取ってると思いますけど、アメリカを交渉の場に引き出すとか、はい、いろんな目的でやったんでしょうから、うん、まあ、そういったことは当然起こりうるという前提で私たちは考えてなきゃなんないのに、私が驚いたのはこの問題が起こった時の、ね、まず閣僚に対する報告が全く遅いんですよ。こんなものは1分1秒争うわけで、もしそれが起こったときね、日本でも同時多発的に何か起こる可能性ってあるわけですから、直ちに対応を取らなきゃならないですよ。ところが
アメリカのオバマ大統領はね、はい、現地時間夜中ですよ、夜中でも、はい、3時55分、夜中の、はいはい、3時55分に叩き起こされて、この報告を受けて激怒したということは、もう4時半、現地時間、朝の4時半にホワイトハウスは発表してるわけ。はい、ところが日本の場合はですね、はい、2時半頃これ起こってですね、はい、で総理にそのこれが、ね、報告が行ったのがまあ大体1時間後くらい、総理は最初にテレビで見したってんですか、なんかそんな、そうですね、会見がありましたね。大体1時間から1時間半後くらいにですね、はい、各閣僚にこう伝わって、それで、国家公安委員長岡崎富子、はい、この人なんかの場合はもうね、ずっと官舎からいて役所に出てこないんですから。で6時間後くらいにその閣僚関係閣僚会議が開かれるところでやっと出てくると。何をしてんですかね、これ。ちょっと待ってください、国家公安委員長でしょ、警察の最高責任者ですよ、ですよね。それで例えば日本にある原発とか何かに何か何かないかということをね、要するに最警戒する ね、 そうですね、指揮を出すのが国家公安委員長、はい、もちろんこの韓国大使館だとか民団だとか、はい、いろんな関係機関があるじゃないですか、はい、そういうところの厳重な警戒もしなきゃならない、はい、その最高責任者がね、何にもしないでのほほんとしてたと、はい、もうこれだけで私は失格だと思いますよ。そうですね。それで官房長官は総理が4時50分ですか、はい、公邸に出て公邸から官邸に行ったのが、はい、ですからもう事件起こってからもう2時間以上経ってるわけ、はい、そして官房長官その後に行ってるわけですよ。これも考えられない。普通官房長官っていうのはですね、必ず東京にいてですね、何かあったらもうそれこそすぐに駆けつけて、そして関係閣僚 に対する指示も含めてね、はい、陣頭指揮を取らなきゃならないんですよ。あ、その官房長官が総理より遅れて、もう総理がそもそも遅れていくわけですから、はいはい、 そうですね、それで結局実際に、けしからんというね、北朝鮮けしからんというメッセージを出したのは7時間後なんですよ。7時間経ってるんですよ。ですからね、総理の声が聞こえないので、こういう時に大事なのはもうテレビはですね、もう30分後くらいから40分後くらいから、はい、もう要するにこういう砲撃があったということを流してるわけですから、ね、ね、だったら、ね、ですから国民の皆さんはね、はい、これ何が起こったんだろうと、日本は大丈夫なんだろうかという不安を持ってるわけですから、そういう時には大至急ね、要するに今までの情報の中を分析して、今現状はこうなってますと、しかし今私たちは全力で取り組んでますから、国民の皆さんご安心くださいでも何でもいいですけども、メッセージを出さなきゃならないんですよ、はい、このメッセージが全然出てこない。もうこれはもう一言で言えば、こういう危機管理の観点から言えば、今の内閣はもう全くその資格がないとしか言いようがないでしょうね。これですね、早く何とかしちゃったら困りますね。そうですね。で、誰かがこれ初めてのことなんでってこうバカなこと言ってましたけど、はい、初めてのことであるのは当たり前のことなんで危機管理に同じことが2回起こるなんてことないんですから、はい、まあ、それはいろんなタイプ、ね、形は変わるわけ で、そうですね、もうこれと同じことがもう1回起こるなんてことはありえないわけ で、ね、ですから今回の件はやっぱり危機管理ということが全く分かってなかったというよりですね、はい、要するに自分たち政治家で、しかもね、政治の最高責任者の場合は、はい、国家の安全とか、ね、はい、要するに国民の安全安心命を守る、ね、こういうことに責任を負ってると、この意識がないんだと思うんですよ。だから総理がですね、はい、この間に国会対策の関係者を呼んで、はい、それでテレビを見ながら、それ結局そっちの方の報告を受けてたということが、はい、もうニュースに流れてましたけど、はい、ね、総理からすればもうこれはもう一言なんですよ、ね、こんなことはどうでもよくて国会対策の方に関心持ってるんだけど、国民からすればニュースで流れてるんですから、あ、これ韓国に北朝鮮が砲撃した、本当に大丈夫なのかと、この後どうなるんだろうと、日本政府は今何やってんだろうと、ね、日本政府の取り組みは大丈夫なんだろうかと、みんな国民の皆さん思ってるわけだから、一刻も、ね、早くこのことを国民の皆さんに知らせる責任と義務があるわけですよ、はい、こういったことを全くやってないわけですから、そうですね、まあ私は今の内閣本当にこれで大丈夫かなという気がしますけどね、その部分で唯一追及でき、そしてまた真実を明らかにすることできるのが国会ですよね。国会です。その国会でもなんかきちんと質疑がなされないまま終わってしまいますね。そうですね、まあ、2時間の集中審議衆参で行われましたけども、そんなもんで終わらないですよ、先生ね、もうこれはやっぱりきちんとね明らかに すべきなんです。もちろん出せない情報ってのはあるでしょう、はいはい、だけれども自分たち国民皆さんには絶対ご安心くださいと、そして今日本国に呼んで分析している限りでは今の情勢はこうなってますと、はい、いうことは政府としてきちんと責任して説明して国民皆さんに、ね、はい、安心してもらうというその義務責任は
私はあると思いますけども、そのことがそもそもそういう責任義務があるということが分かってないんだと思いますよ、これ。まあ、これ安全保障会議が行われれば、陸海空の幕僚長も参加できるわけですか、その会議。そうです、制服がですね。そうですね。ですから制服からこの情勢分析とかなんかっていうのはいろいろ報告を聞いてやらなきゃならないん で、どうすれば守ることができるかということです。でどれだけ の防衛力を持ってるかということも掌握することができるわけですよね。それで一番 その現状分析ですね、あるいは実際 の攻撃に対して一番の情報を持ってるのは制服組なんです。そうですね。ですから制服組入れるのは当たり前なんですよ。当たり前ですね。ところがその関係閣僚会議なんてってわけのわかんないやつで、岡崎富子みたいな本当のとんちんかんで、その辺のおばさんよりもっと、ね、知識のない人を呼んでね、そんなところで関係閣僚会議やったって何の意味があるの。そうです、ね、何でもないわけですよ。これ全く私はおかしいことをやってるなと思いますよ。これちょっと国困りましたね。いやですから本当、一言で言えばこの人たちに国を任せといて、今日何起こるか分かんない、明日何起こるか分かんない、これが政治というもんで、危機管理というもんなんで、その時に本当に対応できるんですかね。これ確かに、いやこれは私は本当に心配ですよ。繰り返しますけども、中曽根内閣の時の後藤田さん、それでその前に藤波さんという方もおられましたけど、それは例えば御巣鷹山 の日航機 の墜落事件、はい、あの時藤波さんはね、まだ機械が飛行機が行方不明というところでパーンと出てきてもらって出て、それで陣頭指揮取られたんですよ。それで三原山が大噴火した時も、このあと溶岩がどこに行くかわからない時に、もう直ちにですね、はい、もう第一報テレビなんかで流れるか流れない段階ですぐ官邸に出てきたんですよ。それで陣頭指揮を取ったわけですよ。ですからもう実際にこの爆発が起こって、それであれは日航機が行方不明になって30分も経つか経たないうちに、もう官邸に出てきて陣頭指揮を取ってるわけ、はい、その段階では被害がどうなってるかなんて全く分からないわけですよ、今回の場合砲撃したって事実が分かってても出てこないんだからこの違いっていうのはすごいですよ。これですね、すごいですね。これはもう平瀬先生が怒るんじゃなくて、もう国民全員が怒りますよね。怒らなきゃしょうがないと思います、ね、言い換えにしてほしいですねと思いますね。選んだの国民ですからね、はい、ですから、まあ、いずれにしますと今政権がこういう形であるわけですから、今後何が起こるか分かりませんけど、私はね全責任を持って全力でやってもらいたいなと思いますけどね、はい、分かりました。まあ、まだまだの良いお年をなんて言ってられませんの で、ね、まだまだ、ズバリ、先生からいろいろと聞いていきたいと思います、はい、来週またお楽しみいただきたいと思います、はい、今週はどうもありがとうございました。